Hello everyone! ようこそ、山岸豊です。今日はミレミリアの車検に来ています。世界で最も美しいレース、ミレミリアは1927年にスピードレースとして設立されました。1977年からはイタリアの最も美しく独特な風景の中を走るヒストリックカーレースとして定期的に開催されています。伝統と大胆で革新的な精神を踏襲し、人々の温かさとドライバーの熱意を特徴とする旅です。ブレシアとローマを往復する古典的なルートに沿って、動くアートとデザインの傑作を競い、2023年は6月13日から17日までの2日間で開催されました。1948年にカロッツェリアコンビで1台だけ作られたフィアット 1100B スポーツバルケッタが僕たちのマシンです。ミレミリアには1927年から1957年までに製造されてレースに参加した車種でミレミリアサフィスケートを取得した車両が参加できます。みんなミレミリアのために入念な準備をしてブレシアにやってきます。オリジナルコンディションを保つ高価なヒストリックカーたちが現役時代と変わらぬスピードでブレシアからローマ、そして再びブレシアまで戻ってきます。はい、一通り登録が終わったんで、これからブレシアの広場に来て車検の封印をしてもらいます。今年参加している車両は417台で、総走行距離 2000km 以上を走破します。ドライバーと子ドライバーは34回の交通規制、23回のタイムコントロール、144回のタイムトライアルで正確さを競います。今年は1947年から1948年の歴史的なスピードレースで2回だけ採用されたルートのデーモンテ州を通過します。今ここはブレシアの広場に来ています。ご覧の通りたくさんのギャラリーに囲まれて車たちがレッドカーペットの上に並んでいます。でこの先の車検の最後、高額をもらった車たちがステアリングのところに封印をしてもらって、これで明日のコールを待つだけになります。
張ります。とドライバーの北西さんとは2019年にフェラーリ 250GT フォアーノで初めて参加して以来、今回で4回目のミッデミリアとなりました。北西さんはコースを熟知されていて、ノーミスでナビゲートしてもらえる心強いパートナーです。今日はここミレミラミュージアムでランチを済ませてから、これからスタートの地点へ移動します。今ここはスタートライン待ちでみんな車が止まっている場所になります。ここから絶景順に並んでいって、でスタートラインに立ちます。壇上に乗るところです。みんなこうやって絶景順にスタート順番を待ってます。
Yamagishi e トライアルスタートします。
2015年のヨーロピアンルマンシリーズでプロトタイプレーシングカーで走って以来久しぶりに走りました。1948年式のバルケッタですが、コーナーを軽々とクリアできるハンドリングの良さに驚きました。